タチジャコウソウは、シソカイブキジャコウソウ属の多年生植物。日本では一般に、タイムと呼ばれている代表種で、株全体に方向があり、ハーブ、香辛料としてよく知られる。輪ネの植物の種で記載された植物の一つである。和名タチジャコウソウは、茎が立ち上がり、ジャコウのような良い香りがするので、漢字で、リツジャコウソウと書く。和名の由来は、 日本にも自生する禁煙種のイブキジャコウソウガチをハウノに対して本種は先端が立ち上がることから名付けられたものである。日本では立ちジャコウソウのことを一般にタイムと呼ぶことが多く、キダジ百里公、チームソウ、スペインジャコウソウなどの別名もある。ラテン語名ティムスが転化してチムスソウの別名も生まれている。英語圏ではタイム、コモンタイム、ガーデンタイム、 イングリッシュタイム、フレンチタイムとも呼ばれている。タイムの語源は諸説あり、古代イギリシアの神殿でこうとしてたかれ、ギリシア語でけ無理を意味するスモス、香らせるを意味するセイン、スモンとなり、ラテン語のフマスに由来して、ラテン名のティムスから英名のタイムへと変化したという説や、ギリシア語のティウに由来するという説、ギリシア語で暴風を意味するチモンに由来し、殺菌。 防腐作用が強いことにちなむという説、同じく、キリシア語のチモスに由来する説などがある。中国名は、ジ蛇ソウ、漢名は百里華、または、木立ユジカという。ヨーロッパ南部の地中海沿岸地域の原産と言われており、地中海西部沿岸地域の乾燥地帯に分布する。 海岸部の標高600メートル付近から内陸寄りの標高1600メートル付近の山腹で乾燥した砂地に雑草化した野生のものが自生している。気候に対する適応性が優れているので、亜熱帯から温帯性の気候ならばどこでも生育する。香料用などのために世界各地で栽培もされている。主な産地はフランス、モロッコ、スペイン、ギリシア、トルコ。 イタリア、イギリス、ポルトガルなどである。日本には明治時代初期にト来したが、現代においてはあまり多く栽培されていない。立ち邪高僧のイラスト多数枝分かれして創生する。開花期の形容常緑性の多年草もしくは常緑小低木で、ハーブの一種として知られる。全体に強い独特の方向があり、外観は草のようにも見える。 家系がないときは高さ3から10センチメートル家系が、あるときは高さ18から40センチメートルほどになり、茎は細く、基部は地面を這うようにまっすぐに伸びて、よく分子して広がり、先端が直立、または射上する。若い枝は緑色で柔らかいが、古くなると褐色になって木質化する。葉は耐性して月創生する。葉心は緑色で、 長さ9から12ミリメートルと小さく、肉厚で方向があり、線形、長楕円形、やや細い非神経、長蘭形、東卵型などがある。前円で歯の先は尖り、歯円が仮面側に反り返って巻き込むように反曲する。方向を放つ細長い歯は、能力色から快緑色まであり、上の方は灰色がかった暗緑色、下の方は白っぽく、 花が咲く時が最も香りが強い。傭兵はないか、または短い。花期は晩春から初夏。花系の頂に、神経の淡紅色の小花は三下女に群がって咲かせる。花色は泡桃色が多く、中には紫や白色のものもある。花型は、密か特有の二神経で、上唇は浅く二列、下唇は三列して、中央の列片が大きく。 4本あるおしべは果敢よりも突き出す。花の咲き方は特徴的で目花から開き、その翌日には必ずお花も開く。この花の開き方は科学的に詳しく解明されていないが、植物学者の中には受粉を促すためのスイッチが入ると考える人もいる。繁殖は種子繁殖も栄養繁殖もできる。 古代からタイムが持つ方向と薬効が利用されており、数千年前の期限前の時代から食べ物の保存や腐敗を防ぐ目的などで使われてきた。古代イギリシアの神殿では、こうとしてたかれた。古代エジプトの人々は、ファラオの遺体や被装者の防腐処理をするために使用した。古代ローマの時代では、古代ローマ人は、チーズや酒の香り付け、部屋の洗浄にも使用していた。 また、古代ローマ人は、愛と美の女神ビーナスにタイムを献上したという。古代ローマの詩人ホラティウスは、ローマ人は、養蜂のためにタイムを栽培したと記している。タイムは、原産地のアジアや、地中海沿岸に生育していたとされるが、古代ローマ人によって、ヨーロッパ一帯に伝播した。ローマの兵士たちは、タイムの香りを嗅ぎつけて集まってくる蜂の行動を、活力、勇気、 力強さと結びつけて考え、タイムを浸した水を浴びて、戦いに備えたと言われ、中世の騎士道の時代まで水浴びの習慣は続いた。中世期になると民間伝承としてタイムは勇気の象徴ともみなされ、タイムが人々に勇気を与えてくれるものだと信じられていた。中世ヨーロッパの貴婦人たちは、戦いに出る騎士に、タイムの小枝を縫い付けたスカーフを、もしくは気に入った騎士に、 タイムの枝に止まる鉢を刺繍したスカーフを贈るという習わしがあった。タイムが持つ効力は古くから認められており、冷蔵技術がまだ発達していない時代のヨーロッパでは古くから肉や野菜の保存や料理の香味好きに欠かせないハーブとして重宝されてきた。古代ローマの詩人ウェルギリウスは疲労回復にタイムを進めた。咳や喘息、気管支炎などの呼吸器の不調のほか、 高校洗浄や局所シップにも使われるようになったのは16世紀からである。中世ヨーロッパでは枕の下にタイムを入れるとぐっすり眠れると考えられていた。17世紀のハーブ療法家、ニコラスカルペパーは悪夢を防ぐ目的で処方したという。開花期の5から6月頃に花をつけたままの形容を刈り取って陰干ししたものをタイム、またはチムスソウと呼んで、 ハーブとして茶料理として食用するほか、芳香料としてポプリにしたり、干渉用に用いる。料理用には、形容を随時摘み取って、生のままか乾燥保存して利用する。独特の清々しい芳香とほろ苦さがあり、ヨーロッパの料理には、ハーブスパイスとして不可欠な存在となっている。形容に0.3から2.5%含まれている。 チモールなどの精油成分は、香料や薬用とする。立ち邪行僧は、数あるハーブの中でも、最も抗菌力が強いと言われている。薬用部位は、前草で、小薬名を、邪行僧、百里化、または、タイムと称して、5から6月の開花期に採取して、水洗い後にそのまま使用するか、日干ししたものが使われる。利尿剤、鎮害作用から、ズダの発作の抑制。 神経作用、再炎作用、興奮剤、巨端作用があると言われており、発汗作用や月経を促し、腹に溜まったガスを取り去って、腸をスッキリさせる、工夫効果がある。含まれている、精油成分として、チモール20-50%、カルバクロール、ピネン、リナロール、オレアノール酸、ウルソール酸などがあり、栽培条件によっては、チモール、 カルバクロールの含有比率も大きく変わり、香りも違ってくる。中でもチモールは、タイムから名付けられた、有効成分で、タンを切る、巨炭作用、咳を沈める、鎮貝作用、方向性の検疫などの働きがあり、大腸菌、黄色ブドウ球菌に対し抑制作用があり、皮膚真菌に対しても抗真菌作用がある。チモールやカルバクロールには、防腐やハリムシ、 便中などに対する苦中効果がある。往年では製薬原料とされていたが、近年は合成チモールに切り替えられている。世界保健機関では、消化不良などの胃腸障害、風邪や気管支援、100日咳による咳に対する内服薬、咽頭炎と扁桃炎に対するうがい薬として、また、高校衛生での抗菌薬として、局所的な使用を認めている。 薬草の使用量は1歳以上から成人まで、乾燥、または新鮮薬草を1日1から2ムを数回に分けて服用するとし、妊娠中や授乳中の女性は使用禁忌高血圧症の人には長期間の連続使用や多量摂取は避けるべきとしている。精油には通経作用があるため、妊娠中の使用に注意を要するという説もある。民間療法では、 ハーブティーにして飲まれており、胃のムカつきや、消化不良時の胃もたれ、食欲不振、また風の咳止めに、タイム5から1 0グラムほどをカップに入れて、紅茶を注いで3から5分ほどの間置いておき、タイムを取り除いた後のタイムティーにして飲むと良いとされる。肩こりや腰痛、筋肉痛、不眠症などには、タイム一握りほどを布袋に入れて、浴等量にして、風呂に入れ、 入浴すると良いとされる。タイムに含まれる精油を浴頭量として用いると実際には感じない程度であるが肌を刺激し血液循環を促進する作用がある。ラベンダーやカモミールのハーブバスが心良い眠りを誘うのに対しタイムのハーブバスは体を目覚めさせて1日の気力を生む朝にふさわしいと言われている。陰干しした前奏を水蒸気蒸留して得られる。 シアミン油は皮膚刺激剤として用いられる。タイムは生地と並び、最もポピュラーな香辛野菜として知られる。ヨーロッパでは、香味料として、ソース、スープ、スープストック、肉料理、魚料理、卵料理、ジャガイモ料理に広く利用されている。肉、魚、野菜など、どのような食材とも相性は良いが、特に、魚のハーブと呼ばれるほど、 魚介料理との相性は良く、ムニエル、マリネ、クラムチャウダーの風味付けに、臭み消し以外の目的でもよく使われている。また、チモール、カルバクロール由来の抗菌、防腐作用から、ハム、ソーセージ、ピクルスなどの保存食にもよく利用され、加工食品分野でも欠かせないスパイスとして、ウスターソース、トマトケチャップ、ドレッシングなどに用いられる。 フレッシュタイムと呼ばれる生の新芽の部分は心よい苦味があり、西洋料理の風味付きに好適で、枝ごと、または葉をちぎって使用され、ガーニッシュとしても用いられる。乾燥品は清涼感のある甘い香りと、ほろ苦味がある。フレッシュあるいは乾燥いずれの場合も、香りが飛びにくく、加熱調理によく耐えることから、スープやシチュー、かすれ、トマトソース、スープストック、オーブン焼き料理。 煮込み料理などに向いている。パセリやベイリーフとともにフランス料理で用いるブーケガルニに欠かせない材料の一つでもある。タイムと相性の良い他のハーブやスパイスにローズマリー、レモンバーム、オレガノ、レモンバーベナ、ディル、バジル、ガーリックなどが挙げられている。ヨーロッパの一般家庭での利用法としては、他にオリーブ油やビネガーに漬け込んで香りを移したり、 ひき肉を使った詰め物料理に使ったり、ハーブティーとして楽しむこともある。巣に、個性的な風味付けをすることに加え、防腐効果もあることから、デリカティスセン肉やマリネを作る際に材料として使われる。陶器に霜焼けて、暗赤色になった葉は、食用油、ビネガー、バターなどの風味付けや着色料になる。栄養成分は、ビタミン C が豊富で、ビタミン A も多く、鉄、 マンガン、銅、食物繊維も含む。個に引いた、乾燥用は 1g あたり、カルシウム 26mg、カリウム 11mg、ビタミン A5 マイクログラムレチノール、マグネシウム 3mg、リン 3mg、鉄 1.7mg を含む。また、数種のフラボノイドが含まれており、貴重な抗酸化食物としての評価もされている。 フードマイクロバイオロジーに発表された研究論文では、下痢を引き起こす赤キリ菌キを付着したレタスにタイムの精油をつけると、ほぼ検出できない水準まで細菌を死滅させたという研究成果があり、細菌の増殖を抑制し、さらには細菌のついた食べ物を元の良い状態に戻す可能性が示唆された。精油は、香水や石鹸、バスタオル、 歯磨き粉、その他の化粧品の香料に使われる。ギリシアでは、神殿を香らせるいぶし香料として用いられている。これは、香りの高いところに邪気は起こらないという考えのもとに行われるものである。精油は温感作用をもたらすため、アロマテラピーでは筋肉の痙攣を抑え、スポーツによる怪我の症状緩和に用いられる。バチは、立邪草の香りを非常に好み、 古代イギリシアの時代から現代に至るまで、花が蜂蜜の採取に利用されている。プランター栽培されている、タイム日あたりと排水性、通気性の良い酸性ではない素質の土壌を好む、性質で、風通しが悪いと群れて枯れる時がある。差し木、株分け、種まきで増やすことができ、種まき機は春巻きと秋巻きがあり、差し木と株分けは、 晩春から初夏と初秋が適する。種子は床巻きし、細かいため巻いた後の土は被せないで、上から手で押さえるようにする。芽が出て成長してきたら、育成した苗を数十センチメートルの間隔をあけて定食をする。株がしっかりしたら、形容を常時収穫することができるが、越冬前は収穫が控えられる。葉の収穫は、花が咲き始める頃が公的で、 花をつけた上部10センチメートルほどを刈り取って乾燥する場合は日陰で乾燥させて退色を防止する。木は年々木質化して柔らかい緑の新芽の部分は減少してくることから収穫目的の場合は株が3年目を迎えた頃に新しい株へ切り替えた方が良いと言われている。英語には人を称賛するときに用いるあの人は タイムの香りがするという上トークがある。ありがとうございます。